里見軌道は、かつて、群馬県薄い郡里見村に存在した、一社軌道、及びその経営会社である、安山岩の輸送を主目的としていた。群馬県には、安山岩が、よく分布しており、土木、建築用材料として採掘が各地で行われていた。里見村においても、ガラス川右岸の地域で多く、採掘されており、里見石と呼ばれよく知られていた。 この輸送を目的に、1896年には、青毛馬車鉄道という馬車鉄道が計画される。これは、立ち消えとなったが、その後1913年には、新越本線飯塚駅付近を起点とし、カラス川の右岸を経由して、倉田村大和さんの倉村和田団員に至る、中野軌道が、里見村村長の松田金一郎らによって、計画された。しかしこれは、 特許不許可とされる。不許可の理由については、カラス川の左岸に沿って、春な電気軌道という路線がすでに特許になっていたためだと推測されている。そして、中野軌道が不許可になった1ヶ月後の1914年8月1日に、やはり松田らによって特許が出願されたのが、里見軌道である。出願路線は、中野軌道とほぼ同じであったが、終点が、倉田村から、 里見村、浅日影本城に変わっており、距離が短くなった上に、カラス川の河橋が減っているなど、建設費が削減された内容となっていた。また、春名電気軌道と並行する問題については、両岸間の河橋が少ないとして、里見軌道の必要性を主張していた。こうして、1915年5月6日に特許が与えられた。こうして、 1916年11月22日に、里見軌道が設立された。取締役社長は、井上安三郎であった。井上は、高崎田上や井上工業などに関わった、起業家であるが、この時期には、カラスガー水力電機の社長も務めており、同社は、里見軌道の沿線に、里見発電所の建設を計画していた。このため、 里見軌道とカラス川水力電気は護岸工事費の相互負担や軌道の自由使用についての覚書を交わしている。その後、1919年7月12日には上里見村座天水から地震道に至る4 1 2トルの工事、施に認可が得られたが、その一方で新道から日陰本城までの区間は水害によって 線路の予定地が流出したこともあって特許執行となった。また、1920年には常習石材が設立された。同社は社長をはじめ役員が里見軌道とほぼ重なっており、里見軌道によって運搬される石材の採取を目的としていた。以後、事業の主体は同社へと移っており、軌道の工事なども実質的には同社が行っていた。そして、 1921年8月頃に、天水から振動までの軌道工事が完了し、石材の採掘と輸送が開始された。しかし、監督省庁への届けでは、しばらくの間なされておらず、工事竣工届が提出されたのは1924年4月3日になってから、開業届に至っては1931年まで提出されていない。1928年には、 創設時寄りの社長であった井上が退き、松田金一郎が新たに社長となる。そして、1931年7月3日になって、運輸開始届が提出された。これにより、書類上はこの日が開業日となる。しかし、それから2ヶ月後の10月30日には、株主総会で一般運輸を取りやめ専用線とすることが議決される。 こうして、同年11月24日には、営業廃止届が提出され、翌1932年4月29日に全線が営業廃止された。書類上は開業してから9ヶ月という短期間で廃止されたことになる。その後の里見軌道については、詳細が明らかになっていないが、会社解散か、あるいは常習石材に合併されたものと推測されている。 上州石材は、その後、1940年12月に事業を停止し、1952年3月に、生産を完了した。機関に関連し、岡本則りは、鉄道配線後を歩く 7P89 で、里見軌道は、一社鉄道であるにもかかわらず、私鉄紙ハンドブックによれば、機関線 67mm とされている。当初、現、 JR 東日本群馬八幡駅から里見を経由し、里見軌道の操車場の手前で、カラス川を渡り、東に抜ける上州電気鉄道との関連を想像したが、地元の鉄道史研究からの調査では、期間 762mm であったことが、ほぼ判明していると述べている。ありがとうございます。